はい、どうもこんにちは、こんばんはです。いや、久しぶりのね、 YouTube ですよ。 Vlog 回していきたいと思います。今ですね、宇賀田にいるんですけど、今日はこれからですね、被災っていう津市かな、ダンスバトル久しぶりにね、ちょっと出ていきたいと思います。これマジで何も練習してないんですよ、これやばいでもね、最近あの師匠のドラゴンさんがね、ちょっと頑張ってる姿を見てね、俺もちょっとバトルやりたいなと思って、それでノリと勢いでエントリーしちゃいました。なんでね、今日はバッチリかましていけたらなと思うんでね、よろしくお願いします。ということで、まあね、2まで飛ばしたいと思います。被災駅までトクトバーシ。はい、ということで被災駅に着きました。ちょっと普通に都会じゃないけど住宅街かな、なんかこんな感じっすね。はい、ちょっとね、若干緊張してきたはい、そんなところでね、行っていきたいと思います。はい、ということで改札出てですね、僕が行くのはこの津市被災アルスプラザってところに行きます。ちょっと初めてのね、土地なんでね、簡単なプチ旅行気分なんですけどこれは楽しいただバトル自体は緊張してる。おお、こんな感じです。おお、やっぱ初めての地っていうのはちょっと感動しますね。ということでね、この津市被災アルスプラザってところに行きたいんだけど、果たしてね、どうやって行くのか、10分ぐらい多分歩くんだよね。なんでね、まあ、ちょっと迷わないで行けたらいいなと思ってはいるんですけども。あ、案内板そんなに近いの？なんかめちゃくちゃ案内板出てるんですけどえ、そんな近いの？なんか、あ、すげえ、なんかモールっぽくなってる。めっちゃなんかモールっぽくなってますね。で、外には出るっぽいっす。外出てね、こんな感じ。はい、どうでしょう、これが被災駅ですね。あ、ここに書いてある、階段を降りた左側のカラー。あ、ある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 、すごいすごい。なんかやっぱ新しい土地っていうのは感動しますね。楽しいわ普通に。ということでね、こっちですね、 880m、 オレンジのレーンを進んでって、なんだろうこれ。あ、これか、これか。え、なに、そんな有名なのかな。確かにね、ホールめちゃめちゃでかいんですよ、見たら。あの、僕はもうほんと今テンション上がってるんですよ。なんか久しぶりのダンスバトルで、すげえなんかいい会場で踊れそうで。ただ、このバトルなんかちょっとね、変わってるって言っていいのかな。ジャッジが1人なんですよ。普通はね、多分3人とか、まあ多いと5人いると思うんですけど、ジャッジ1人なんですよね。まあ、かわし、ワンジャッジっていうの出たことあるんですけど、まあ、それに近いのかなと思って。ね、あの B ボーイ革命前夜さん、まあ月さんなんですけど、革命前夜っていう名前でね、レッドブル BC1 目指すとかってやってたり、あとはですね、まあ、僕の師匠のドラゴンさんも最近なんかすげえいいバトルとかムーブとか見させてもらってて、いやマジでね、あそこの世代めちゃくちゃ影響受けてて、まあ、僕もなんかすごい最近燃えちゃったんですよね、それ見て。燃えちゃってね、ちょっとノリと勢いでバトル探してて、そしたらたまたま探した日のその日にバトルがあるっていうのを知って、それが三重県津市、それがこれなんです。で、仕事終わった後も、まあ、間に合いそうだったんでね、ちょっと今来てます。なんか時間もね、3時間ぐらいのバトルイベントで、そんなに長くないんですよ。だから体の負担も多分そんなにない。ただまあ僕が住んでるのがね、ちょっと田舎で、終わるのが9時半、6時半スタートの9時半で、まあデイイベントっちゃデイイベント、島の方で遠いんでね、終電がマジで9時半ぐらいなんですよ。でね、終わるのが9時半で、9時半でもうちょっと早めに出なきゃ間に合わないんですけど、万が一ね、ないと思うけれども、僕がね決勝に残るようなことがねあれば、今までの人生で決勝に残ったことって本当に1回2回ぐらいしかないんですけど万が一あればね、僕は決勝まさかの辞退しなきゃいけないっていうそんなことできるのか分かんないですけど、まあ、あのそういう事態に陥りかねないっていう、そんなギリギリなところで攻めてこの津市に来ております。早速道がないぞ。あ、書いてる書いてる書いてる、なんかめちゃくちゃ優しいじゃん。こっちとこっちこっち、わあめちゃくちゃいいねこの夕日が。なるほどね、あ、もう誘導してくれるんだ。6時半からで、今5時57分、だからまあ30分ぐらい早めに着くのかな。まあ、ビーボイがちょっとアップもしたいしね。はい、ということで見えました、多分あれです、なんかアートスペースってところかな、なんかそんなところでやるみたいですね。ハンディじゃないけどね、ちょっとね、僕ね指怪我しててね、そこがね難点なんですけど、まあまあまあやれる範囲でね、無茶のないように、まあ、リハビリですねほぼ。というかまあちょっと楽しくなりたくて来ちゃった。あ、やっぱそうっすね、これっすね、アートスペースっていうところかな。この中入っていけばいいのかな、ちょっと入っていきたいと思います。あ、これだこれこれこれ、このアートスペースってところでやるみたいなんですよ。1階っすね。
おおおお、すげえすげえすげえ、広い、めっちゃ広い。なんかね、公共の施設っぽいんですよね。あ、勉強してる、静かにしないと。すげえ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 、めっちゃ広いんですけど皆さん。あ、これ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 、これですね。すげえ、ちゃんと貸し切ってる。これね、バトルピエンピエンっていうのです。じゃあね、アートスペース、これがそうっすね。ちょっと入っていきたいと思います。え、6時半って6時半オープン、バトルスタートじゃないんだ。すいません、こんにちは。当日エントリー大丈夫っていうのをメールで伺ったものなんですけど。はい、全然問題ないんです。大歓迎でございます。あの、オープンしてないんで。あ、6時半っていうのはスタートじゃなくて、あの、あ、そうですよ、ってことだったんですね。はい、あー、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、ちょっと動画とか撮って大丈夫なんですか、このイベント。ね、SNS とかも大丈夫ですか。いっぱい撮ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。セットしてます。あ、ちょっと回してます。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、え、なんかその辺で待ってればいいんですかね。あ、すいません、すいません。あ、はい。困っちゃうんですけど。はい。はい。お願いします。はい。ということで、撮影の許可も出ました。なんかすごい身内イベントっぽそうでしたね。楽しそうです。いやー、無事帰ることができました。それなりに会場広いっすね。ただ声が通るかわかんないですけど、まあちょっとウォーミングアップしていきたいと思います。マジ何年ぶりだろうっていうぐらいに緊張してますね。久しぶりにウィンドミラーやってみたいと思います。次はね、もう3万年ぶりぐらいのベリーなっとるか。やばい、やばい。多分なんですけど、結構皆さん身内というか知り合いっぽくてですね、これ完全に身内イベですね。スーパーアウェイ。三重県に遠征しに来てるみたいでね、僕は楽しいんですけど、結構こう見るとね、完全に仲間なんですよね、みんな。身内補正がないところでどこまで頑張れるか、はい、ちょっとやっていきたいと思います。革命前夜さんに負けないようにね。僕の師匠のドラゴンさんに負けないようにね。ちょっと、まあ、予選は上がりたいですね、頑張って。始まりそうです。始まりました。今いろいろ注意事項ですね。バトルで始まる前にこういう注意事項あるんです。マスクつけていれば完成は OK ですので、よろしくお願いします。いいですね、久しぶりです、こういう感じ。めっちゃ楽しいね。フルトーナメント戦になるみたいです。多分これピックアップよりきついぞ。対戦相手がめちゃくちゃ強かったら結構あれですからね。それでは皆さん、お楽しみできてますか。これがこれがファーストバトルですね。一応動画撮影 OK の SNS OK で撮ってるんで撮ってます。だいぶ曲調がゆったりなんで、僕これかかったら死んでましたが、今これはですね、ちょっとお互い牽制してるんですよ。今出たくない感じです。あ、出ました。Yeah!
2、1、ジャッジ！紹介どうぞ！さあ、それでは参りましょう。トモイラブウエストラバトルスタート！Get back to you. What's next? Love dealing with my own business. I'll take more of it. Dennis, 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 Dennis. And I get drunk in my bed. Don't mean that I gotta step up to me. I got it. Sorry you can't get it. I'll get back to you.駅に帰ってきました。いやー、会場でですねエンディングを撮ることができなかったので今ここで撮っております。結果はですねベスト4、ちょっと頑張った方だとは思うんですけどね、はい、悔しかったけど、でもね超下手だったから、俺も久しぶりのバトルでめっちゃ緊張して、まああんなもんかな。正直なんかね、やっぱ組み合わせの部分でも疲れたところ絶対あって、
なんだろう、運も実力のうちじゃないけどね、そういう風に捉えて、まあ、今日はね、まあ、準決勝まで行けたってことが良かったんじゃないのかなと思うんで、はい、結構定期的にやってるようなイベントらしくて、今回は B-Boy ほとんど、てか誰もいなかったの？ B-Boy 全然いなかったんですけど、いつもなんかいるみたいな感じのこと聞いて、なんでね、また次回もタイミングが合えば出たいなと思っております。まあそれじゃなくてね、違うバトルがあったらね、どんどん見えでも突っ込んでいこうかなと思うんで、はい。そんな感じでね、終わりたいと思います。ということでね、次のバトル動画まで、いつになることやらですが、まあ多分 Vlog になると思いますけども、はい。このチャンネルの真骨頂です。そんな感じでね、今日は、ダンスバトル Vlog でした。ということでね、また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye.